殺されたという増添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。広瀬が殺したの？おう、まあ、普通に撃つやん。犯罪にも その秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。てかよく撃てるな、ヘッドショット。ああ、これもたけしさん。